インターネットを悪用した犯罪に対応するため県警は大学や企業の有識者をアドバイザーに任命しました県警のサイバー犯罪対策テクニカルアドバイザーに移植されたのは広島大学の西村浩二副学長と日立システムズの丹強新一さんです2人はインターネットのセキュリティに関する情報収集などを行っていて 今回でで度目の移植です。新しいあの犯罪とか、えー、脅威にどのように立ち向かっていくかということをまあ、教育の立場であの努めていけたらいいなというふうに思っております。去年のインターネットバンキングに関わる不正送金被害はおよそ87億円で過去最多に上ります。 県警は専門家の講義などを通してサイバー犯罪への対策を強化したいとしています。